ジャブステップで相手を反応して下げるときに、この戻した足でそのままシュート。うまいやつは固めない、体を。プロバスケットボール選手の山本俊介です。今日はボールをキャッチした状態でのワンオンワンをやっていきたいと思います。今日1対1ちょっと強くなりたい。40分からボールを割って、やっぱ仕掛けたいとか、うん、全然抜けないです。抜けない。やりますね。やっていきましょう。ボールをキャッチして状態でのワンオンワンで、選択肢を3つ持つことに対して、ディフェンスに対して、右側、自分の右側を破るのか、左側を破るのか。で、これに反応して、下がってるなら、この3つの選択肢を持つことが大事で、まあ、いろんなスキルが今 YouTube とかでもあるし、ドリブルジャーブ、シニージャーブとかあるんだけど、やっぱりどっちかしかない、縦しかないっていうところでいろんな技を持ってても、あんまり試合では有効で、いろんなドリブルたくさんつけばそのことディフェンスも受けるってことだし、試合で使えないスキル、5対5では使えないスキルですから、シンプルにかつしか選択肢を持って、その中で自分が得意なパターンを使おうとしているのが大事だ。右利きの人は左足でも、なんでかっていうと、ジャブステップで相手を反応して下げるときに、この戻した足でそのままシュート。右利きの人だと右足が前にシュートをした。これ逆に、右利きが右足シュートになると、これジャブステップ下げて打てるんだときに、戻す距離も長くなる。バランスにしやすい。左足前にしよう。基本的には、右利きの人は左軸足でこうやって技を使うといいな。で、これだったら例えば最初にこれで足を置いてディフェンスの様子を見て、このままディフェンスに対して、この足にそんな反応してないと思って置いた時に反応してないなと思ってます。だし足に反応してきたら、ジャブしてでも最初のジャブをしたときに、止めに来るっていうよりは、今止めに来てくれたら、ジャブで、ここでいいんだけど、で下がったら、うわっていうと、八村塁が全部、八村塁が足を置いて、止まってたら、ここで当たって、バーンと、ファウルもらう、ディフェンス、これちょっと反応してたら、コントラン。足を置いて、あ、下がったなって思ったら、明日すぐできるようになるわけじゃないから、これを自分で自分の得意なパターンを作っていくことが大事で、強いて言えば一個俺すげえこれ大事なコンセントについて、うまいやつは固めない、体をジャブで行きたいと思うことだ。やってるやつであんまうまいやつ、うまいやつやっぱこう楽に抜いてる、力を抜いてるから、一瞬やった時にディフェンス反応させて、下半身がしっかりしないとプレッシャー来た時に気がしてるから、本当大事なところで、結局こうやって脱力してプレッシャーディフェンスとも、下手な人ほどこうやって身構えて取られないとボールを持っちゃって、相手はもっとプレッシャーかけて体が崩れてきて、フリーの体勢になっちゃって、うまいやつほどボールを持ってプレッシャー来てもこうやって、ちょっとだるそうに打つとか、だるそうに、聞いてないのお前のプレッシャーなんで、手つけも、こうやって払ったりとか、で、一瞬来た瞬間にこう、おー、ってなって、それは、大事。まず固めない。で、それしたいんだけど、それできるのって、やっぱ、体強くて、スキルがあって、速いやつ。私は、ゆっくりやっても、そういうことできるけど、でも体が弱くて、相手の方が絶対強くてたら、脱力だけしてて、プレッシャー来たら、うわーって、よろけちゃうから、そういうのを見ならないために、トレーニングがあるんですよ。フィジカル。フィジカルつけるけど、フィジカルもずっと使ってこうやって、プレーすると、うまくいかないから、フィジカルついてる状態で、脱力するのが大事かな。結構日本は、ハードワーク大好きな。ガッ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 ガ
カトラーってやっちゃうんだけど、やっぱそれは俺上達の妨げてるな。ゆっくりやればいいですよ。一瞬上げるときに早く早くというか少しだけスピード上げるぐらい感じる方が、上達には近いと思います。